どうもクラフターの皆さん、今回は前回話してた通り、テラリアクラフトの武器紹介。ちなみに全部は紹介しないぜ。金の剣とか説明されてもでしょ？最初はキャンディーコーンソード。最初は本当にキャンディーコーンソード。YouTube の自動字幕マジで面白いよね。まあこれに関しては普通の剣かな？クリスマス期間に手に入ったりするのか？あ、武器じゃないけどライフフルーツもあった。20個使えば HP 最大を500にできるんだけど、勘違いして10個しか出してなかった。テラリアだいぶやってきたよね。次はみんな大好きムラ様。3D だとめっちゃシュッとしててかっこいい。この剣イケメンな感じでいいわね。イケメンな剣とは？性能はかなり高速に殴れるけど、ちょっとやっぱ後ろに走れないの困るわね。ちょっとどうしてもこれが困るな。腰を180度曲げれればいけないかな？モザイク必須な状況になるからやめろ。まあそもそも本家テラリアでもそうだけど、普通の近接攻撃でボス戦がまずきつい。お前が言うと説得力が違うな。2年間そのきつさを背負ってきたからね。村正は強いけど、これだけじゃボス戦は無理ね。近接武器はある程度限界があるよな。それでアルカリスもあるんだけど。アルカリスもあるか？はいはい、すごいすごい。性能は普通の剣と変わらないっぽいのよね。本家テラリアだと特殊な攻撃をする剣なんだがな。まあだから紹介しなくていいかなって。普通の剣と大差ないっぽいもんな。ジャングルの素材で作れる剣とかも普通の剣だし、村正でキングスライム倒せなかったから多分これでもきつい気がする。それと同じ理由で、ヘルストーンで作れる剣も微妙だよな。やっぱり近接攻撃の剣は微妙だったよ。遠距離武器の剣使った方が良さそうだな。ここだけ聞くと意味のわからない会話。テラリアの剣は遠距離武器みたいなとこあるからね。ってことで遠距離武器の剣を使っていく。剣は遠距離武器、これは常識だぜ。スターヒューリーとエンチャントソード、プレハードの魔法剣筆頭。スターヒューリーは狙った場所に星を降らす剣だが、めっちゃ強くねえか？星型弾ヒットしてるっぽい。3D 世界で一番強化されたのこの武器でしょ。だってこうやってボスの場所クリックするだけで、みるみるうちに HP 減ってるな。マジでこの武器こんな強かったっけ？正直微妙な性能ってイメージだった。スターヒューリーの強さは伝わった。おい、落とし穴なんて卑怯だぞ。勝手に洞窟に落ちただけでは？この洞窟はキングスライムが掘った。腕とかないのにどう採掘したんだよ。タックルでブロック壊せそうな見た目じゃん。コアキーパーと混じってる説ない？それでエンチャントソード使ってるんだけど、剣の形のビームをまっすぐ敵に飛ばす剣だな。逆にこいつこんな使いづらかったっけ？全く当たってないけど平気？なんかわかんないけど使いづらい気がする。正直使いやすさ逆のイメージだった。逆だったかもしれねえ。マジで今そんな感じ。世界で一番正しくその言葉使った気がする。ツッコミできないレベルの意味不明な発言はやめろ。それでもツッコむのが役目だろうが調子のんな。点の低さでギネス持ってそう。やっぱこっちの方が断然使いやすいわ。マジでスターヒューリーめっちゃ強くね。神話世界環境でも使おうかな。実はパート6でゲットしてたし、動画だと思いっきりカットされてた。今日の今日まで弱いと思ってたからね。とりあえず一旦剣は終了。これも気になってた人いるんじゃないかな。ヨーヨー、3D だとどんな感じなのかな？テラリア知らない人に説明すると、ヨーヨーが武器なのはテラリア勢の常識だぜ。ヨーヨーは武器？そんなの常識。テラリア世界で放送されてるちびまる子ちゃん。向いてる方向にヨーヨーが飛んでいく。普通にヨーヨーめっちゃ強くない？そもそも今使ってるヨーヨーの威力が高いのもあるが、めっちゃヨーヨー使いやすくていいな。それでヨーヨーはほとんど全部が実装されてて、最強のヨーヨーテラリアンも実装されてる。テラリアンはホーミングする弾を飛ばせるヨーヨーだが、おお、めっちゃかっこよくない？四方八方にボビンみたいなのが飛んでる。ボビンじゃなくヨーヨーの残像だと思うけど。ボビンじゃないの？ボビーン。顔面ゼニスで殴りてー。ワンパンされちゃうからやめて。それじゃテラリアン使ってクプルフの目玉戦。テラリアンはエンドコンテンツ武器、目玉は序盤のボス、当然一瞬で終わるんだぜ。武器の性能しっかり見れる前に終わっちゃった。ただでもしっかりこの残像がホーミングしてる。普通に再現度高くてほんと面白い。マジでこのモッド、細かなとこまで来られてるよな。このチャンネルの動画とは正反対。動画一本につき5字が一つはあるチャンネル。一応確認してるんだけどね。いやマジでかっこいいしマジで強いわね。 3D 世界のホーミング武器気持ちよすぎだろ。この動画もスクエニに消される日は近い。それとバニラにはないこんなヨーヨーがあった。ジェイスズスロー、特殊な感じのヨーヨーか？全くそんなことはなく普通のヨーヨーっぽい。多分ミョンけど、そのヨーヨー、テラリアモッドの開発者装備的なヨーヨーミョンね。ジェイスってのはその方の名前か。ゼニス的なヨーヨーかと思ったわ。ジェイスとゼニスって似てるもんな。まあ普通のヨーヨーって感じ。よくある武器ね。日本でもヨーヨー諸事罪が適用される日は近いな。銃刀法違反にヨーヨーが含まれる可能性が？それで HP が減ってボスが高速タックルしてきた。こうなったらテラリアンの方が断然楽ね。突進早くて当てれる気がし
しないんだぜ。とはいえ普通にヨーヨー全般再現度高いし、テラリアンもめっちゃ強い。3D 世界のヨーヨー面白いわね。ヨーヨーと召喚武器縛りしようぜ。私がゆっくりアリス。それで次は槍、釣りで釣れるカジキのやつ。槍は3つ実装されてて、これと普通の槍、あとトライデントだぜ。槍の当たり判定全くわからない案件。ギョムがスライムを攻撃してない？ただ槍もかなり強い気がする。本当に判定がわからないだけで。まあそれなりに近けりゃ当たるっぽいぜ。というかこの世界、普通の剣が弱い説出てきた。ヨーヨーと槍は普通にめっちゃ強いもんな。カジキマグロアタック、お前もソテーにしてやろうか。霧も立ち込む森の奥深く。いや待って、 HP の減り早すぎない？みるみるうちにキングスライムの HP 減ってるな。これカジキマグロも銃刀法違反じゃない？実際にカジキマグロで人って殺せるのか？検証動画アップロードしちゃう？おまわりさんこいつです。検証、動画班をカジキマグロで攻撃してみた。動画班逃げて、マジで一瞬でキングスライム撃破できた。当たり判定がわからない以外は槍めっちゃ強い。本当にこれどれぐらい届いてるんだ？三人称視点で見ればわかるんじゃないか？ダメだ、謎の振り方してることしかわからない。槍の攻撃方法ではないよなこの振り方。そしたら次は剣の、このモッド限定のやつ系。ザ・ラストウィッシュ、最後の願いって名前の剣だな。大体ベストウィッシュみたいなところあるわね。剣からアニメに進化。ただモッド限定剣ではあるんだけど、普通の近接武器だからちょっときつそう。近接武器の剣はちょっとな。これも多分モッド作者さんの開発者装備妙ね。威力は70。キングスライム相手ならかなり高いけど、遠距離攻撃の剣じゃないとやっぱきつい。遠距離攻撃の剣とかいうパワーワードな。そしたら次は一番皆さんが気になってるであろう武器。攻撃力100万、マイクラ世界でもテラリア世界でも最強、レインボーソードっていうの使ってみるわ。クリエイティブ専用のデバフアイテムで、見ての通りほとんどの敵がワンパンだぜ。まあそりゃそうだよねって感じではある。これさえあればどんな敵にも負ける気しない。しかも攻撃範囲も広いっぽくなかった？集団戦でもかなり活躍しそうな感じだよな。マジで最強、攻撃力100万、100万あってもザコスライムに負けるってマジ？思いっきり油断した。それじゃあ次はボスで試してみようか。キングスライムとクプルフの目玉、もうすでにオチがわかってるような。キングスライム案の定ワンパン、しかもこのタイミングでクリティカル出た。222万ダメージをキングスライムに。キングスライム約800体分のダメージ。オーバーキルとかそんなレベルじゃない。ちなみにムーンロードでも10体分。200万ダメージえげつなさすぎる。エンドラだと11100匹。この武器は殺虫剤だった。クプルフの目玉、前回は苦戦させてくれたわね。今の私の手にかかれば超余裕よ。そりゃまあチートアイテムだからな。攻撃力100万の剣に選ばれた俺だけチート無双。まあその剣誰でもゲットできるけどな。私だけが選ばれたんじゃないの？私以外にも振り向くなんて、殺して私だけのものにしてやる。キンスラとクプルフの目玉同時撃破。ヤンデレの逆恨みが世界で一番恐ろしい。これで私とクプルフのメクンはずっと一緒。あんな奴のどこに惹かれたんだよ。彼を悪く言うなんて、殺してやる。一番関わったらやばいやつだったか。でもマジで攻撃力100万気持ちいい。神話世界にもこれ持っていこうかな。イージーゲーム始まっちゃうから。暴走した全部のボスを泣きながらワンパンして終了。視聴回数半分ぐらいになりそう。そしたら今回の武器紹介はここで一区切りかな。今後は多分遠距離攻撃編、アクセ編とかって感じだぜ。他になんかあったらコメントお願いします。それじゃあ今回の動画もこの辺で終わるか。マジで攻撃力100万とんでもなかった。それではご視聴ありがとうございました。